新しい命が生まれ、その命を育てる。そんな命のスタートラインを支援する看護の専門職、助産師。時代の変化とともにその役割は大きく広くなってきています。妊娠出産だけではなくて、生まれてから、思春期になって、成人期になって、そして年を取っていく、その中での女性特有のいろんな健康問題を支援するというのも助産師の役割になります。少子化が進む岩手県において、生まれてくる命はとても貴重な存在です。生まれた命が健康で幸せに育つためには、地域が一体となって大切に育てていくことが求められています。子育て中に孤立をするお母様ですとか、子育てに非常に不安を抱えたまま子育てをスタートするお母様なんかも増えてきていますので、そういった産後の支援を、丁寧にやっていこうというふうに国が動いております。病院だけではない、地域に退院されて戻ってからの子育てのスタートの部分に助産師が関わるというふうに、なってきています。病院の内外でその活躍が大いに期待されている助産師。地域の中でのさまざまな取り組みを通じた産後の支援も行われています。助産師は今、お母さんや赤ちゃんだけでなく、その家族や住民を支えていく役割も担っているのです。無事出産を終えたお母さんとその赤ちゃんの笑顔が一番の何よりのやりがいです。今岩手県では助産師が不足をしてきていて、産む場所も制限されたりですとか、とても危機的な状況に向かっているような気がいたしますので、女性の体にも興味関心が強かったり、出産っていう出来事にも興味関心が強かったり、そういったあたりで、専門職としてやっていきたいなという方ですとか、あとは何より人間が好きで、命が好きでという方が目指していただけるといいのかなと思います。地域の未来を支えていく助産師の仕事、責任とやりがいに満ちたこの仕事を皆さんも目指してみませんか。